さあ試合が始まりました。どういった展開になるか楽しみです。サイドへ、決まるか。前方に運びました。フリーキックになります。思い切った飛び出し、ピンチを救いました。判断の良さが出ましたね。ボールを中盤で奪いました。組み立ては良かったんですが、相手ボールになります。マルクヤンコ、いい形でゴール前まで持ってきました。いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。ボールを弾く。つまらないミスでボールを失いました。イブラヒモビッチ、中にボールが入る。打った、止めた。ボールが転がる。ディフェンダーがダッシュしました。クロスの精度を欠きましたね。サイドチェンジ、シュートに行けるか。このクロスは精度を欠きました。ディフェンダーにカットされます。シュートだ。キーパー弾く。コーナーからのリスタートになります。シュート、このシュートを弾いた。コーナーでリスタート。ボールはキーパーに収まります。ボールパーソンからボールを受け取ってスローインに入ります。ヤピヤコ、なんとかプレーを切りました。キーパーの手の中へ。
しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。中には入れさせない。コーナーです。ラモス、サイドコーナーです。キーパー弾き出す。さあ突破しましたよ。抜けてきた。これは来た。止める。止めます。コーナーキックになりました。気は抜けない展開です。ここでシュート、跳ね返った。これで決まりだ。前方に運びました。シュート、飛び出しが早すぎました。オフサイドです。オフサイドですね。タイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。タッチラインを割りました。スローインです。ヤピアコ、これは残念。ボール、シュート、ここで打つ。シュートは入りません。素晴らしい、振り抜いた。まだまだです。打ってきましたが大きく外れてしまっています。ボールを中盤で奪いました。ボールをキープできるか。前半終了で0対0。
後半戦キックオフです。後半戦も引き続き実況西岡、解説堀池拓実さんでお伝えしていきます。サイドチェンジ、これは難しかったか、パスは通りません。ボレー、キーパー弾く、ここはうまく、どうなる、残念、わずかにそれました。押し込んだ位置でのスローインになります。ヤピヤポ、しまったという様子を見せてますね、堀池さん。はい、今の場面ですとそう思っているでしょうね。マルクヤンコ、これは来た、ヤンコ止める、止めます。威嚇なファウルセーブでしたね。この試合分かりませんよ。押し出します。しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。このボールは外に出てスローインでの再開となります。マルクヤンコ、うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。どうする、打った、副審がコーナーフラッグを指します。ひとまず前に出しました。この位置からのスローイン、苦しい状況が続きます。これはゴールキックとなります。
レーはホイッスルが鳴ります。カードがありますか。審判の手にはカード、警告、イエローカードです。キーパーの手の中へ。ボールは戻されます。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。スローインとなります。クリア。どうだ、このシュートを弾いた。これを止めたんですから、フィールドも奮起してほしいですね。クリアしました。決定的ともいえる場面、素晴らしいクリア。出しましたが気を抜けません。打ってきた。シュートコースがありませんでした。タッチラインを割りスローインです。スローインになりましたがピンチが続きます。さあどうだ、キーパーに渡りました。ここは簡単にボールを渡してしまった。味方はいるか。なんとかボールをクリアしました。このコーナーは大事です。このヘッドは浮いてしまいました。ボールをコントロールするまでの余裕がありませんでしたね。ポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。ボールが中盤でカットされました。ここは押し出します。
試合終了。ゴールが生まれることのないまま90分間の戦いが終了となりました。試合は引き分けで終了いたしました。いかがでしたか、堀池さん。そうですね、決める側、決められる側がはっきりしていましたけど、悪いゲームではなかったと思いますよ。コーナーキックになりました。ここでシュート、跳ね返った。素晴らしい、振り抜いた。まだまだです。ファールセーブでしたね。この試合分かりませんよ。どうだ、このシュートを弾いた。
皆さんこんにちは。今日もこの時間がやってきました。今日の実況は私西岡、解説にはおなじみとなりました堀池匠さんをお迎えしてお送りします。堀池さん、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。入るか。このシュートは難しかったか。ゴールはなりません。相手の厳しい寄せが効いてましたね。決まるか。キーパーにボールが収まります。タイミングとしてはいいタイミングですね。あとちょっとですよ。ラモス、ちょっと危険なプレーでした。フリーキック。ミッドフィールドでボールを取りました。これはパスミスになった。形でゴール前まで持ってきました。綺麗なタックルです。内田篤人、中はどうだ。ゴールキックへと変わります。今のシュートシーンのリプレイです。ここで攻守が入れ替わります。ボールを中盤で奪いました。ヘディングでパス。どうだ。ディフェンスがコースを塞ぎます。コーナーキック。これが来た。ラモス、ヘッドは浮いてしまいました。頑張ったんですが、ちょっとボールが高かったですね。狙いは分かるんですが、ちょっと難しいですよ。ここを起点にできるか。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。
ボールを奪った。いいタックルでした。ゴール前に入ってきた。クロスを出した。コーナーからのキックとなります。クリア。決定的という場面、なんとかクリアしました。キャッチしました。手に渡ります。ファールになりました。イエローもありますか。ここはタッチに逃れます。チャンス。ボールを取りに来ました。ラインを割ってゴールキックです。ボールを失った。ヤピアコ、ここは簡単にボールを渡してしまった。ここでスローイン。さあ、スローインでの再開です。狙ってきた。ゴール決まりました。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はそういないですよ。中に人は。前に出しましたが気を抜けません。コーナーでリスタート。ヘディングシュートです。ボールはキーパーがキャッチします。スローインが転がり込んできました。スローインから攻守が変わります。よく見えています。いいパスだ。シュート。シュートはブロックされました。ヤピアコ、これはチャンス。
狙っていった、綺麗な弧を描いた。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ、この場面でこれだけ冷静になれる選手はいないですよ。素晴らしいシュートだ。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ、この場面でこれだけ冷静になれる選手はいないですよ。試合はどうやら一方的な展開になってきています。さあ突破しましたよ、どうだ、ゴールです。追加点となりました。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ、この場面でこれだけ冷静になれる選手はいないですよ。大量リードを許した状態で再びキックオフです。前半終了です。スコアは後半戦の開始です。前方に運びました。イブラヒモビッチ、チャンスを伺っています。手がボールを奪い攻撃を止めました。ヘッドでパス、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。内田篤人、いい位置で奪った。カウンターアタックです。上がった、ボールはキーパーの手の中へ。内田篤人、横へ展開をします。あと PK、 PK です。主審は PK を指示しましたが、カードは特にありません。ファール取りますか。まあ仕方ないプレーですね。キーパーが PK を止めました。キーパーいい読みでしたね。誰に合わせるのか。
決まった。追加点です。点差はどこまで開くのでしょうか。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はそういないですよ。この試合に関しては力の差が出てしまっています。ここで追加点、一方的な展開になっています。ちょっとイージーなミスだったのではないでしょうか。はい、まあ本人が一番答えていると思いますが、それでもやってはいけないプレーでしたね。この展開を誰が予想したでしょうか。スローインです。内田篤人、これはここで打つ、来た、ゴール決まった。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はそういないですよ。かなり一方的な試合展開です。予想通りの展開だとは思いますが、ホームチームが堅実な試合運びをしていますね。そうですね、西岡さん、プレーに余裕を感じますね。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。クロスを出した、キーパーに奪われました。スローインとなります。ショートコーナーという手もありますか。前に出しました。ここで攻守が入れ替わります。サイドチェンジ、シュートまで持っていきましたが枠にはいきません。突破しましたよ。ひとまず前に出しました。ヤピアポ、このボールは許しません。しっかりとケアされています。イブラヒモビッチ、いいタックルでした。決めに来た、綺麗な弧を描いた。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はそういないですよ。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。中盤でボールをカットしました。
試合終了です。一方的な内容となりました。内容としては極端なものになりましたね、堀池さん。そうですね、今日はもうしょうがないですよ。今日は素晴らしい活躍でしたね。ご覧の通り絶好調でしたね。次々にゴールを決めてくれました。間違いなく。狙ってきた。